小名高野山大詩寺のキュウリカジギトウ会に備えられた、キュウリキュウリカジは、キュウリカジギトウ会、キュウリ封じなどとも呼ばれ、聖火、特に土曜の牛の日頃にキュウリにあやかって暑い夏を乗り切ろうとする祈祷儀式である。夏の食物の中で水分が多く栄養価が高い、キュウリに薬病、薬難を封じ込めて、夏の暑い時期を無病息災に過ごすために、 特に土曜の牛の日頃の祈祷で中国、朝鮮、日本で広まった庶民信仰である。空海がキュウリに薬病を封じて病気併用を祈願したことにちなみ、薬病除けの祈祷、キュウリ封じが行われるようになったとも言う。日本国内では四国一宮寺、小土島霊場40番札所、保安寺、英徳寺、人工院、仙願寺、天宝林寺などで行われている。 寺によっては、キュウリカジギトウ会でキュウリを食されることはなく、むしろうなぎが食されて、この日に備えられた各キュウリは、あらかじめ神徒から寄せられた願い事を書いた紙を、後に僧侶が一つずつ時間をかけて、キュウリに挟み込んでいくのに使われる。水間寺のキュウリカジギトウ人工院のキュウリ封じ。ありがとうございます。